消えた日本人だけの歩き方、ナンバー歩きを知っていますか江戸時代の日本には、日本だけの歩き方、ナンバー歩きが存在していました。通常、人が歩くときは、右足が前に出ると、同時に左手が前に出ます。しかし、このナンバー歩きは、右足が前に出ると、同時に右足が前に出るのです。江戸時代では、着物を着用しており、ナンバー歩きをすることで、腰のねじれが起きないので、着崩れが起きにくく、この歩き方が広まったとされています。また、このナンバー歩きは、 体力の消費が少なく、一歩目の動作を早く行えるため、刀を扱う武士にとっては都合が良かったのです。では、なぜ効率的な歩き方、ナンバー歩きはなくなったのでしょうかそれは、西洋文化の移入と戦争だと言われています。明治時代に入り、日本は戦争に勝利するために西洋式装備を導入しました。しかし、この装備に対して、ナンバー歩きは非常に効率が悪く、現代の歩き方に変更したと言われています。つまり、戦争を始めたがゆえに、日本古来の文化が失われてしまったのです。ただ一説では、 そもそもナンバー歩き自体が存在していなかったとも言われています。